はい、皆様おはようございます。エミナナです。本日は、戸田ボートレース場に遊びに来ております。スカパーブロードキャスティング杯第3日目でございます。戸田ボートレース場はめちゃめちゃ難しいんですよ。まあ、1回前プライベートで来てて、今日2回目なんです。2回目で、前回もね難しかった記憶があるので、前回の感じも思い出しつつね、予想をしていきたいと思います。スタート。はい、ではスタート展示なんですけど、4、5、6、3艇ともねちょっとフラってるんですよ。ちょっとねひよっちゃうんじゃないかなっていう予想なんですけど、まあ1号艇も結構へこんでるんで、まあとりあえず予想をしていきたいと思います。スタート。とりあえず1号艇の選手は A1 選手です。でここの勝率もかなりいいですね。いいんですけど、やっぱ戸田ボートレース場って4号艇が強いんですよ。昨日今日のレースの結果を見るとやっぱ逃げもありますし、他のね3号艇とかも1着に入ってるんで、地頭を買って、あとまあその他もうちょっと買ってみようかなと思います。バトでは船券を買ってきました。時間がちょっとなくて迷いすぎて、ちょっとエミナナボックスを厚めに入りました。戸田スポートレース場は4が強いってことで、4頭に来てもまあいいかなっていう感じで買いました。プラス1頭で残りの3、5、全買いました。ということでレース見ていきたいと思います。バト動いた動いた。1号艇。え、6号艇が2に入ってるけどちょっと待って、マジで。え、6号艇が2コース目に入ってるんだけど、え、どういうこと。侵入してるけど、え、待って、6頭あるんじゃないのこれ。あ、でも大丈夫そう。待って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 、刺された。今6にね、ターン2周目のターンで刺されたわ。え、待って、6買ってないもん。163になった。え、本当に戸田ってもう第一ターンマークでもその後めっちゃ変わるんですよ、順位が。いや、分からんね、マジ。うわー、抹茶3抜いてくんないかな。もうダメだよね。バト戸田ボートレース場の本日ね1回目のレースだったんですけど、まさかのね6号艇が2コースに侵入ということで、全然予想もできない展開で、まあ1はね合ってたんですけど、まあ6がまさかのっていう意外な展開で第1レース目終わりました。まあ次のレースもねちょっと侵入あるのかなっていうのを楽しみにね行きたいと思います。本日もありがとうございました。また次回の動画も見てください。エミナナでした。本日も動画ご視聴ありがとうございました。次回の配信は12月の9日月曜日になります。見てください。エミナナでした。